全盲女子のナミヘイマルです。皆さん、手相を見てもらったことありますか？私、先日初めて見てもらったんですよ。普段は占いとは無縁の生活をしてるんですけど、友人と天神橋筋商店街という長い商店街に行った時に、1000円で見てもらえるお店があるからせっかくだし行ってみようということになりまして、行ってみたんですね。お店に入ったら、まずは消毒をしまして、それからじっくり見ていただきましたね。指を組んだり腕を組んだりした後で両手の手相を見てもらったんですけど、まず言われたのが、直感で行動するタイプですねっていうことだったんですよね。計画は立てずに動いちゃうということで、私じっくり考えてから動き出す方かなと自分では思っていたんですけど、まあ確かに計画なんて立てない方がいいかなと思う時もありますね。計画に縛られちゃうのが嫌だなと思って。あとは米俵線というのもあるということで、食べるのには困らないということでしたね。あと、食べるの好きでしょっていうことも言われました。そんなのもわかるんだと思いましたね。で、特に甘いものを取りすぎてないですか、糖質が多くなってますねって言われて、いやー、そこまでバレるのかという感じでしたね。まあこういうことって手に現れちゃうんでしょうね。この後ケーキ食べに行くのにねーなんて話していたんですけど、あと、海外に興味ありますか、海外にも住めるタイプですねって言われました。海外に住む勇気はないですけどね。でも確かに異文化に触れるのは好きですね。もっと触れてみたいなと思いますし、私フィンランドに行ったことがあるんですよね。10日ぐらい滞在したんですけど、一緒に行った仲間たちは日本を離れて3日ぐらい経つと、日本食食べたい、もうお米が恋しくなってきたって言ってたんですけど、私はそこまででもなかったんですよね。意外と適応できていたのかもしれないですね。将来は海外に移住っていうのもありかな。それからですね、この線がこうなってるのは天才に多いんですよって言われたところもあって、まあ、天才に多いからって私が天才というわけではないですけど、そうか、天才かとちょっと喜びました。あと、手相を見てもらってびっくりしたことがあるんですよね。ストレスについてコメントをいただいた時のことなんですけど、ストレス線というのがあるんですよね。で、私の場合、ちょっと前までストレスがあったけど今はないでしょ、ツルツルですよって言われたんですよね。え、なんでわかるんっていう感じでした。その通りかもと思ったんですよね。ストレスというのは、まあ、身体に現れるものなので、手相を見ればすぐわかるということなんでしょうか。びっくりしました。私、1年前に会社を辞めてるんですよね。で、それまではちょっとストレスがあったかなと思うんですけど、辞めた後、時間の使い方を見直して
適度に出かけて、適度に人と会って、お金を稼ぐための仕事というのではなくて、本当にやりたい仕事だけやるようになって、そうしたことでの気持ちの変化が手相に現れていたんですかね。ツルツルだそうですのでね、いやもう手相を初めて見てもらいましたが、こんなにドキッとする体験になるとは思いませんでしたね。楽しかったですし、自分を見つめ直すきっかけになったかなと思いますね。とってもいい体験でした。ということで今回は初めて手相を見てもらったお話でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナミヘイマルでした。